関西テレビ放送、関西テレビ放送株式会社、関西テレビ放送、関西テレビジョン COLTD は、近畿広域圏を放送対象地域とするテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者であり、大木町スクエアと大木町公園を業務区域とするエリア放送の地上一般放送事業者でもある。通称は、関西テレビ、 略称はそれを縮めて KTV、関西 TV。愛称は、かつての日本語略称、セキテレをカタカナ表記にした、関テレ。コールサインは、ジョドックス DTV、大阪 17CH。富士テレビ系列、FNNFNS の、純キー局で、リモコンキー ID は、キー局の富士テレビともどもアナログ放送の親局 8CH から、8である。 富士メディアホールディングスと半球半神ホールディングスの持ち分法的用会社であり、半球半神東方グループ及び富士メディアホールディングスの放送グループに属しているが、富士再系グループには属していない。コーポレートスローガンは、こえろ。カンテレ。ステーションキャッチコピーは、8P、8P。カンテレ。近畿2府4県で地上機関放送を行っているが、 親局送信所のある、生駒山から、大阪湾、紀伊水道を越えて、徳島県へも電波が届いており、富士テレビ系列局のない徳島県でも視聴者が多い。また、東海テレビ放送エリアの三重県の伊賀地方、東紀州地方南部、岡山放送エリアの香川県東香川市、小豆島町、岡山県備前市、高知山山テレビエリアの高知県東洋町、 室戸市東部でも庁舎が多い。このほか、福井テレビエリアの福井県で南、若狭、鶴ヶ地方、山陰中央、テレビエリアの鳥取県東部沿岸部にもごくわずかな直接受信派の市聴エリアもある。さらに、東海テレビ放送エリアの三重県の伊賀地方や東紀州地方、熊野市などでは、ケーブルテレビを通じて視聴されている一部を除く。 会社設立並びに開局準備にあたっては、産業経済新聞社、産経新聞が免許申請した、関西テレビジョンと京都新聞社、神戸新聞社、京都放送、k b s 京都、神戸放送、現、ラジオ、関西などが免許申請した、近畿テレビ放送の2社が統合し、京阪神急行電鉄、現、阪急阪神ホールディングスが資本に加わって、 大関西テレビ放送株式会社大火災テレビ放送として設立された。開局前に大の字を取って関西テレビ放送と称号を変更した。毎年1月に開催される大阪国際女子マラソンは同局が制作局となり全国へと放送。1995年平成7年だけは大会前に阪神淡路大震災があったため中止。 1996年、平成8年からはインターネットによるライブ中継も実施している国際的なマラソン大会でインターネットによるライブ中継を初めて取り入れたのがこの大会だった。イメージキャラクターについては1995年、平成7年から八エモンというキャラを採用している。また導入したフルハイビジョン対応大型中継者三菱不装。 スーパーグレート、および中型中継車、イスズフォワード、マラソン移動中継対応多目的車、三菱不装、ファイター、音声中継車、三菱不装、スーパーグレートなどには、八重門のイラストが描かれている。2007年、平成19年4月19日に、情報番組、発掘。あるある、大辞典 E における、鉄道事件で、日本民間放送連盟。 民放連から除名処分を受けていた詳細は発掘。あるある大事典 E における劣増言を参照が2008年平成20年4月17日に会員活動停止の制限付きで会員復帰し同年10月27日に完全復帰を果たした。同局で CM を放送している学校法人。 西沢学園経営の関西テレビ電気専門学校や BS11 などで放送されている演歌百選を制作する番組制作会社の関西放送制作との関係はない。関西テレビの設立母体の一社で神戸市に本社を置くラジオ関西 CRK は口述の愛称統一までは新聞のテレビラジオ欄に共に関西と略して書かれた愛称統一後は CRK だけ、関西が、現在は、関係が薄い。2015年、平成27年3月30日以降に、愛称が、関テレに統一され、社歌として、シンガーソングライターの牧原則之の、書き下ろしによる、小エろ。が、制定、関テレにとっては開局以来初の社歌である。またロゴも変更、統一された、詳細は後日。 会員制サービスカンテレフレフズを展開しているかつては、フジテレビクラブと同様の有料会員制だったが、2008年、平成20年4月から無料化に移行した。大災害などにより、東京、台場のフジテレビ本社が、機能不能になった場合において、関西テレビより、全国ネット放送及び関東ローカル放送を、行う。 胸の合意が両者で行われており、過去に数回訓練が行われている。このような取り組みは、NHK 大阪放送局についでに例目であり、民放系列局では、初の取り組みである。このほか、公式サイトには掲載されていないが、京都府京都市と兵庫県神戸市に報道支局を置いている。京都、神戸ではかつては広告営業も行っていたが、 現在は広告営業は本社に集約して、報道事業のみの業務となっている。このほか奈良県奈良市と和歌山県和歌山市、新宮市、滋賀県大津市、京都府福知山市、兵庫県豊岡市、姫路市、徳島県徳島市、関西空港に報道分室を置いている。滋賀県の報道業務は、京都市局が担当。また過去には、岡山県岡山市、広島県広島市。 福岡県福岡市にも市局を置いていた。企業、団体は当時の名称。出店現在筆頭株主の富士メディアホールディングス24.9%と第2位の阪急阪神ホールディングス19.1%の持ち分法適用会社である。文化放送が第5位産業経済新聞社が第7位の大株主であり。 富士再建グループの影響も弱くはない。なお、阪急阪神東方グループの東方は、富士メディアホールディングスの筆頭株主7.86%でもあり、関西テレビ自身も富士メディアホールディングスの2.60%、第6位株主を所有している。2012年には、富士メディアホールディングスが株式を追加取得し、持ち分法的要介者化した。 関西テレビでは以下の4冊を発行している2010年平成22年4月時点 FNS の純ー局として定時の全国ネット番組をいくつか制作放送している現在は月曜22時台新設ところジャパン火曜21時台火曜21時枠の連続ドラマ火曜22時台有吉博之の誰得 火曜23時台前半、セブンルール、土曜8時台後半、9時台、虹色寺院の5つがあり、また、日曜22時から23時15分、ミスターサンデー、関西テレビは、富士テレビと共同で、スポンサーセールスを、担当を、富士テレビとの共同制作で行っている。このうち、虹色寺院以外は、東京支社が制作を担当しており、 単独制作番組は主に,に東京メディアシティ内にあるレモンスタジオで収録が行われている。2007年1月まで日曜21時枠にも全国ネットの枠を持っていたが放送していた発掘あるある大事典 E における鉄道事件が発覚し番組が打ち切られたため同年4月からは富士テレビに制作枠を分け渡している。 2015年4月の改編で火曜21時枠が富士テレビから移管され火曜21時から23時半までの2時間半ただし魔のミニ番組は除くにわたり関西テレビ制作の全国ネット番組が並ぶことになりこれは在販のテレビ局では最も長い特に火曜日の関西ローカルでは16時47分から23時半にかけてのほとんどを 関西テレビ制作の番組が集中することとなる。さらに、2016年10月の改編で、当局制作のドラマ枠、非中非中は、バラエティ枠、非中非中と交換されている。また、2017年2月28日及び2018年3月6日には、R-1 グランプリが放送され、その日の火曜ゴールデンプライム隊はすべて、 関西テレビ制作の全国ネット番組が独占したことになる。日曜16時5分から17時20分の特番枠でも関西テレビ制作全国ネットの単発バラエティ番組が年数回にわたり放送されており、同局が主催するダイヤモンドカップゴルフ最終日の中継もこの時間帯で行われる。特別番組は改編期中二次社が担当している火曜22時枠を 中心に放送されるケースもある。2017年1月から月曜22時台は、関西テレビフジテレビ共同制作の、スマップスマップの次番組として、ちょっとざわつくイメージ調査もしかしてずれてるが開始したため、関西テレビの単独制作枠となった。このドラマ枠は1965年、昭和40年10月の、K の川、中村玉夫主演から始まり、 1985年10月から10年半の中断を経て1996年4月に復活した関西テレビ伝統の枠である。主なヒット作はジーテを僕の生きる道、僕と彼女と彼女の生きる道、アットホームだと、鬼嫁日記、アンフェア、結婚できない男、チーム、バチスタの栄光などがある。連続ドラマは東京支社制作部が企画し、 外部の制作プロダクション、フジテレビを参加に置く、フジメディアホールディングスの子会社である共同テビア、MMJ、ホリプロが制作する作品が大半を占めているに、委託して制作されているが、2005年、平成17年夏記の、頑張っていきましょいわ監督、スタッフなどを、関西テレビの従業のみで構成し、26年ぶりに、完全自社制作によって制作された。 在阪民放テレビ局では、テレビ大阪を除く各局で過去にプライムタイム枠で、全国ネットの連続ドラマ枠があったが、現在は関西テレビだけである。前日の通り、2016年10月開編で、火曜22時枠から火曜21時枠にドラマ枠を移動した。火曜と金曜の19時台にはそれぞれ、ジャチャイルマンデー、解決エミチャンネルなどのローカルバラエティを、 編成しているが、これらはいずれも10%台前半の視聴率を取っている。そのため、2時間番組、主に改編期の特番は20時台から1時間、編集版の放送、生放送の場合は途中飛び乗りとなるケースが多い、一部例外あり、また火曜の場合は20時台も、ローカル枠のため9時台と合わせて2時間のローカルバラエティを編成する場合がある。 ただし、スポーツ中継が組まれるときは、ネットワークセールスとなることが多いため、ローカルバラエティを休止して、スポーツ中継の特番を優先している。また、火曜深夜、水曜未明に、関西ローカルの自社制作ドラマを放送することもある。なお、過去には、関西テレビ側でも、クロスネット局の編成に対応するために、 月曜夜十時枠の連続ドラマの90分拡大版を1時間に編集したものを裏送りしたことがあった。テレビアニメに関しては、もともとキー局であるフジテレビの制作本数が多かったため、積極的に制作に関与している毎日放送、朝日放送、朝日放送テレビ、読売テレビと比べると実績では大きく水開けられており、 全日対全国ネットワークを担当したのは1970年代のワンサ君とゼロテスターの2作品のみであり、在阪局で唯一継続的にテレビアニメの全国ネットレギュラー担当枠を受け持った経験がない。しかも当時は民放が4局以上の地域が少なかったため、クロスネット局や同地域内の先発多系列局、系列局不在地域の多系列局などへの 遅れネットも多く、同時ネット曲が少なかった。ただ深夜アニメに関しては、2006年に単発制作された、ギルガメッシュが FNS 系列曲全曲ネットを、果たした2018年現在でも FNS 系列深夜アニメとしては、唯一の事例、ほか、その後も金曜未明、木曜深夜に放送の、のイタみな枠の、4月は、君の嘘、さえない。 彼女の育て方から、冴えない、彼女の育て方までの、全、テレビシリーズ、及び、暗殺教室、シリーズ、BS 富士も参加では全て富士テレビと共同で、制作委員会に参加している。その他、UHF アニメに関しても2000年代半ばから、後半にかけて週1枠ネットしていた気があったが、2016年10月より、関西テレビとしては7年ぶりとなる。 東剣乱舞花丸のネットを皮切りに、2017年4月期には、覆面系ノイズ、BS 富士と共同と、桜がリセットの制作委員会に参加しており、次第にテレビアニメの制作実績を増やしている。夜間から早朝にかけて、緊急事態が発生することに備えて、宿直勤務制度を実施。ニュース担当のアナウンサー、1名と、制作、技術、 報道部門のスタッフ数名が毎日交代で本社内へ泊まり込んでいる。深夜22時台から早朝7時台にかけて放送される近畿地方及び三重、徳島、福井の3県向け天気予報、富士テレビ制作、全国ネット向け番組への内文を含むでは宿直勤務のアナウンサーが放送上顔を出さずに字幕付き映像の放送と同時に原稿を読んでいる。 京都放送、KBS 京都との資本関係が強化されて以後、KTV アナウンサーが KBS テレビの番組に出向出演する機会が増えた。しかし、KBS ラジオへの出演、さらに KBS 京都から KTV へのアナウンサー、出向出演はほとんどない。また同じく資本関係にある富士テレビのアナウンサーとの交流、相互出向なども同様にほとんどない。 なお、京都放送、近畿放送がテレビ放送を開局する以前の1969年、昭和44年まで、同社と報道協定を結ぶ京都新聞のテレビ番組表で、他の在阪局よりも、関西テレビの番組表を大きめに取ってた。これは、関西テレビ開局に際し、京都放送と京都新聞から、資本の提供があったためである。2011年、 平成23年7月24日終了時点。毎日放送、朝日放送テレビを区域外再放送している福井県若狭、峰南地方では同一系列の福井テレビジョン放送があるため実施されていない。中三吉地域では岡山放送が再放送される。開局当初はロゴは特に設定されておらず、社名表記、コールサイン、 蜂の表記は、ゴシック体、ブーメランをモチーフにしたものに、ゴシックのイタリックで、KTV のロゴが組み込まれたものが表示されていた、程度であった。1964年8月より、同局のアナログ放送のチャンネル番号である、蜂を図式化した、ロゴマーク、早川義夫の作を使用、局の車掌及び車器などに使用されている。ちなみに、 KTV のキー局であるフジテレビは現在の目玉マーク登場。1986年以前に8をモチーフとしたマーク、通称8マーク。亀倉優作の作をシンボルマークとして車掌、車機などに使用していた。また同じ FNS 系列で沖縄県の沖縄テレビ、オットーブでも同じく8をモチーフとしたマークが使用されている。 ただし違いとしては、富士は曲線基調、KTV は直線基調、オットーブは直線ベースながら曲線も取り入れたデザインと各局差別化がなされていた。2015年、平成27年3月30日からはロゴが8カンテレに変更、統一された。カンテレはシルバーのゴシック体を基調として上下回転されたピンク色の 八のロゴは動き出した KTV カテレの姿とカノとなっているピンク色の払いの部分はキャッチコピーにも使われているコエロを表現している。ただし情報プレゼンター特だね。党の制作協力局のクレジットロゴは2015年4月以降も旧関西テレビロゴが使用されている。また就活生向け資料の表紙では2015年9月時点でも 同様となっているが愛称は変更後の、カンテレとなっている。地上デジタル放送のピクトは開始当初から2015年の、ロゴ変更まで1964年制定の蜂、マークとツボネのマスコットキャラクター蜂エモンが表示された。蜂マークは、水色の縁に蜂は白であった。ロゴ変更後のピクトは、カンテレが2段組、蜂の右上に、カン、その下に、テレ。ただし、 マルフォント作りの蜂の下のアクセントはタイアンダーバーが決めて。梅田の情報カメラはカメラアングルにより毎日放送本社が映る。FNN プライムノズレイズ放送時全国ニュースが終わり関西ローカルのニュースが始まる前に映る時がある。アイキャッチ動作丸ごと連動。全国ネット番組 GPT ゴールデンプライムタイム枠のすべてを担ってる。 東京支局管内の一大拠点。現社屋への移転後改装され、デジタルエートビル、屋上の鉄塔には、以前の名残として、8マークが残されていたが後に、撤去と称して、旧社屋内の4つのテレビスタジオのうち、第一、第二スタジオのみを貸しスタジオ、エイトスタジオとして、継続使用していた。建物自体の老朽化などを理由として2011年に、閉鎖の後に解体された。 この件は、6-27のジャニベンで公開した。公式ホームページ上8巻テレアンウンサースにおいて、出身地や血液型など簡略なプロフィールを記載、入社都市順に表記。は、アナウンス部長経験者、大木町スクエア内に、地上一般放送局一局を設置し、フルセグ及びイワンセグ放送を実施している。業務区域は、 大木町スクエア内のみならず、大木町公園にも及ぶ。その他のグループ企業については、阪急阪神東不グループの項目を参照。また、関係放送事業者については、FNN または、富士ネットワークの項目を参照。関西テレビの番組である、高人胸一杯の2005年、平成17年6月25日の放送で、杉田薫がゲスト出演し、 面白おかしく客色し、結婚生活や離婚騒動について語った。このことに関し、元夫の相川淳太が人権侵害を受けたとして、訂正放送や謝罪を要求。関西テレビは取り消し、謝罪放送を行う必要はないとして、相川の要求を拒否。相川はこれに対し、放送倫理、番組向上機構の人権委員会に、 人権救済の申し立てを行った。委員会は検討の結果、2006年、平成18年3月に、関西テレビが、相川の名誉とプライバシーを侵害したことを認定し、再発防止に向けて、放送事業者としての政策体制の整備を行う、よう、勧告する処分を下した。勧告処分は、人権委員会決定の中で最も重いもので、 重大な人権侵害事件が発生するときに飲み下される。関西テレビはこの韓国処分を受け重大な人権侵害を行った放送事業者として放送倫理番組向上機構から認定されてしまったこととなり今後の番組制作体制の立て直しを放送事業者と定下に行うかが注目されている。なお、バラエティ番組において 人権侵害の認定を受けたのは、関西テレビが日本の放送局で初のケースとなった。2007年、平成19年1月20日同年1月7日に放送された情報番組発掘。あるある大辞典 E において実験データの捏造像や効果の誇張等を番組制作上、やらせがあったと記者会見を行った。同放送会では、 納豆を特集し、納豆にダイエット効果がある。と放送した。放送直後から全国各地のスーパー等食料品店において一時全国的に納豆が品薄となる現象が相次ぎ新聞記事になるほどの反響を引き起こした。ライブドアの PJ ニュースは放送前に内容が大手スーパーに通知されていたことを報道した。放送内容における問題点として 血液検査の捏造、実際は行っていない検査を捏造し、虚偽データを公表や、外国人研究者の発言とは異なる日本語訳のコメント付与、送信の比較写真の捏造、実験前後で別人物の写真を使用等が上がっている。関西テレビは、調査委員会を立ち上げて、原因究明に当たると発表。また、翌日1月21日に通常通り、 放送予定だった同番組を放送休止、スタメンを1時間繰り上げて21時からの2部構成の放送、1時21時54分、22時23時15分、とし、冒頭の5分間、同局の森八郎アナウンサーが番組内での制作の経緯などを説明した。このことを受けて、1月22日、花王名人劇場、1979年、 昭和54年10月7日、開始以来27年3ヶ月2週間にわたって医者提供を続けてきた、顔石鹸顔が医者提供から降板することが、キマ、キッチハイクのスポンサーも降板。翌1月23日には、同番組の打ち切りが決定し、同時に制作局長の会職、ちぐさ総一郎社長の役員報酬カットなどの処分も発表された。しかし、 この処分については甘すぎるという批判が各方面から出てきている。また、総務省の調査結果次第では、ジグサの隕石辞任、関西テレビの筆頭株主である、フジメディアホールディンスからの役員などの多人数の送り込みも考えられ、予断を許さない情勢になってきていたという。2007年、平成19年3月27日、民放連は、 関西テレビを除名する方針を固め、4月19日の民放連総会で正式に除名処分にした。民放連の除名は、静岡第一テレビに次いで2例目で、準キー局では初めてとなった。除名により、関西テレビは民放連行事には一切参加できない、特に民放連加盟者と NHK で構成されるジャパンコンソーシアムからも外れたことになるため、 オリンピックや FIFA フフワールドカップの放送が一切できない、放送権がないなど、経済的に大きな損失を伴うこととなった。関西テレビの民放連復帰には、関西テレビが再発防止を実行しているか、他の在反民放局、毎日放送などの判断によって決めるということとなった。フジテレビ制作の北京オリンピック中継を、他の在阪準キー局や独立テレビ総局で振りえ。 放送することも検討したが、番組編成などの理由で、関西の地上独立テレビ放送局を含む、他の関西地区の放送局が、富士テレビ制作の北京オリンピック中継を振り返、放送するのは難しいことか、関西の民放連加盟全18局は、関西テレビの民放連一時復帰を提案し、鉄道事件が発覚してから約1年後の2008年、 平成20年4月17日、民放連は緊急理事会で、関西テレビの条件付き再入会を認めことを決定し、関西地方での富士テレビ制作の北京オリンピック中継が見られなくなる事態が回避された。そして、2008年10月9日に行われた、近畿地方の民放19社で構成する、近畿民放社長会の合わせで、 関西テレビの会員活動停止措置の解除を求めることを提案。同年10月27日に行われた民放連の理事会で会員活動停止措置の解除が正式に決定し、関西テレビは1年8ヶ月ぶりに民放連に完全復した。なお、放送倫理、番組向上機構も同時に除名されたが、2007年、平成19年6月22日に再加盟を認められている。 総務省は3月30日、放送法に違反したとして、総務大臣名で、関西テレビに対して、行政指導としては最も重い、警告を行った。関与しひで総務大臣、当時は、今後も、放送法違反が見られたら電波停止もあり得ることも、示唆した。なお、あるあるを、同時ネットした、富士テレビと、系列26局、自差ネットで放送されていたテレビ大分も含むに、 対する行指導は見送った。同日、フジテレビの村上孝一社長、当時は定例会見で全国放送番組での劣造だった経緯から、関西テレビが総務省から受けた警告処分をネット局全局で受けたものと認識さるため、関西テレビの再生を系列局上げて支援すべき、方針を発表し、同時に FNS の関西テレビへの会員活動停止などの 処分を見送る方針を明らかにした。2007年、平成19年4月3日、関西テレビは、臨時の取締役会を開き、千草総一郎社長は、正式に、社長職を辞任し、取締役に降格した。公認の社長には、関西テレビ常務取締役の片岡正氏の、就任が発表された。同日夜22時23時9分に、検証番組、 私たちは何を間違えたのか検証、発掘。あるある、大辞典が、毛利八郎、関純子アナの司会より、FNS27 局ネット、番組をネットしていなかったテレビ宮崎は除くで、放映された。同年5月23日、同月30日の取締役会をもって、ちぐさ総一郎前社長他に一部の取締役が、退任、ちぐさは、相談役に、退み込み、 また、執行役員制度を導入し、役員数を削減するとの報道があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。